大フィンランド。北東部と南東部にある赤線と欧線で囲まれた部分は1940年から1944年のソカオル戦争で失われた部分。大フィンランドにはさらに歴史上正式なフィンランド領になったことのない東、カレリア、エストニアとイングリア、フィンマルクすべてトルネダニの一部が含まれる。この地図には タルト条約時の国境とパリ条約の国境が含まれる大フィンランドは、フィンランドの民族統一主義者、ナショナリストが提唱するバルトフィン諸行を話す人々が暮らす地域を統合しようとする思想。大フィンランドとは、北は、八海から、オネガ湖、フィン人とカレリア人が居住する地域を包括する自然国境を境界とするものである。しかし、コラ半島やフィンマルク地方、 トルネ国、イングリア、エストニアを含む概念を支持する者もいる。大フィンランド思想は19世紀末期にロシア帝国支配下のフィンランド大公国でナショナルロマンティシズムの影響を受け生まれた。1835年にエリアスリョンロートがカレリアの民族現象から編纂したカレワラが出版されると知識人の間ではフィンランド文化の溶乱の地としてのロシアカレリアへの 関心が高まり、芸術文化運動としてのカレリアニズムが盛んになった。大フィンランド思想の形成過程は、同じくロマンティックナショナリズムの影響が強い、大ドイツ主義やハンスラブ主義、イタリア統一運動と似ている。カレリアニズムはやがてより大きなフィンランドの統一を目指す民族統一主義運動に引き継がれることとなる。フィンランド独立宣言後、10月革命と、 ロシア内戦との関係からフィンランド東部国境に近接するフィン人居住地域の状況は不安定であり民族主義者の活動に悪用されているとみなされていた。例えばフィンランド義勇軍が国境を越えロシア領内で作戦を行っていた。1918年から1920年のエストニア独立戦争におけるフィンランド義勇軍の参加とともにこれらの活動は フィンランド市において、ヘイモソダトと,と呼ばれている。ありがとうございます。